こんにちは。歴ショックです。今回は、藤原隆家が帰郷後、どのように復活していくのかについて紹介します。隆家は、御社の適用が決定してから、わずか半月で帰郷していますが、これには、事前に情報を流した有力貴族の協力者がいると見られており、かつて流罪時には、藤原実助を通じて原型を嘆願して認められるなど、これ近と違い、周囲と良好な関係にあった隆家だからこそできたスピード帰郷でした。以降も、道長に取り入って、くすぶるこれ近をよそに、順調な復帰を果たしていきますが、道長に追随する姿勢に一条天皇は失望し、隆家を周囲と敵対しながらも厚安親王を守る姿勢を見せたこれ近の意志を継ぐ者とは見なさずに、厚安親王を後継者にすることを諦めてしまいます。ですが、これ近の死後、中野関白家を代表する立場になった隆家は、それまでの道長に追随する姿勢を改め、藤原実助と共に、元権力者の家の者としてのプライドを胸に、道長とは一線を画す存在として周囲にも認められていきました。今回は、道長には好意的に受け止められるも、一条天皇は評価しなかった、隆家の復帰の過程について紹介します。これ近と違い、貴族社会とは良好な関係を築き、早々に帰郷する。隆家の早期帰郷の背景。藤原の隆家は、女院、晶子の病に伴う恩赦が、長徳3年3月25日に行われてから、一月も経たない4月21日に、滞在していた田島から入郷を果たしました。これ近、高家への恩赦適用は、4月5日の陣の定めでの公卿たちの話し合いを経て、一条天皇が最終決定を下して実現したもので、高家の入郷は、この陣の定めからわずか16日後のことです。4月5日以降に、朝廷から恩赦の決定の知らせを受けてからでは、2週間余りで荷物をまとめて帰郷することはほぼ不可能であり、これ近の帰郷が8ヶ月後の12月になっていることからも、隆家は、事前に御社の情報を掴んでいたと推測されます。隆家に情報を流した人物を特定することはできませんが、隆家は、藤原実助をはじめ、孤立気味だったこれ近とは対照的に、有力貴族と友好的な関係を築いていました。特に実助とは、長徳の変の時に、実助が検非違使別当として処罰する側、隆家が処罰される側という関係にあったにもかかわらず、実助が隆家のために様々な便宜を図るという、旗から見れば奇妙な関係でした。隆家は、これ近の女性関係をめぐるトラブルがきっかけとされる火山法王一行との動乱で、自身の従者が火山法王の従者二人を殺害したばかりか、火山法王の腰に矢を射かけ、長徳の変のきっかけを作っていました。その後、これ近への自訴疑惑も持ち上がり、隆家はいつも流罪とされます。隆家は、貞子のいる二条北宮に、これ近と共にかくまわれますが、一条天皇の勅命による検非違使突入に際し、これ近が逃亡し、貞子が出家する中、観念して一足先に投降しています。そして、これ近がなおも逃亡する中、隆家は病を主張し、馬ではなく網代車に乗せられて、出雲へと送られていきました。隆家は後に、祖父、高篠の成忠の代筆ではあるものの、朝廷に対し無実を訴える文を送っており、これ近の逃亡も貞子の出家も、もしかしたら無実を訴えてのことだったのかもしれません。これ近を、自分の主張を絶対に曲げず貫き通す人物だとするなら、隆家は、大きな流れには逆らわず、流れに従いながら自分の主張を少しずつ通していくタイプといえ、実際、隆家はこの状況から、実助を通じて様々な減刑交渉を開始します。隆家は、護送開始から2日経った5月3日時点で、二条北宮から直線距離で8キロほどしか離れていない、桂川を越えた川島の地におり、胸の病を訴えていました。そして、実助宛に、病によりしばらく逗留することを願い、実助も必ず配慮を行うと返事しています。実助は、女院、晶子から一条天皇のもとへ、隆家の願いが奏上されるように手配するなど、ただの罪人に過ぎない隆家のために骨を折っています。結果、病を訴えるこれ近、隆家に対し、一条天皇は、これ近を播磨、隆家を田島に留め置くよう命じる、病による一時的なものではあるものの、実質減刑と言える処置をしました。
コレチカには儀式の作法をめぐって衝突するなど敵対心を抱いていた実資が高家には好意的だった理由は縁戚関係にあるとされています。高家の妻のうち長男義頼を産んだ藤原の景成娘の父が実資の最初の妻源惟政娘の母の兄弟で、次男常助を産んだ源兼助娘は姪にあたります。実資の妻は高家がまだ7歳の時の986年に亡くなっている上に、高家の子供たちも長男が1002年、次男が1006年の生まれであることから妻の縁は確実に存在したとは言えません。ですが高家の義父にあたる藤原の景成は実資に継子として仕えるなど深いつながりがあり、やはり縁戚関係こそが高家を出雲送りから救ったと言っていいでしょう。これ近が貴族社会で孤立した理由には元からの性格に加え、すでに5年間も太政官に列する苦行として活動し、周囲と衝突する機会がそもそも多かったこと、道長をはじめ数々の貴族たちを昇進で追い抜かし恨みを買っていたこともあります。これに引き換え高家は太政官に列したのは道隆の死の4日前に16歳で権の中納言に任じられた時からで、長徳の変まで1年も太政官での活動を経験していませんでした。それでも権の中納言就任から4ヶ月も経たないうちに道長と従者同士の争いを起こし、道長の随人が殺害される事態となっています。ですが道長も当初は警戒していなかったのか、これより2ヶ月前の自身の内乱就任直後に高家を権の中納言から中納言に上げるなど、これ近に比べれば好ましいと思っていたであろうことが想像されます。入るから5ヶ月余り経った10月に母高篠の高子が重い病に伏した際にも、これ近がいても立ってもいられず無断入居をしでかし播磨から太宰府に送られる中、高家は同日付で祖父経由で入居を朝廷に嘆願するなど、兄弟の性格、考え方の違いが出ています。こうした要因があったからこそ実資との縁戚関係も有効に機能し、さらには実資とは限りませんが陣の定めでの会議の行方といった機密事項までリークしてくれる協力者を得ることができたのだと言えるでしょう。そして一条天皇がわざわざ予定になかった使者を送ってまで歓迎する中、これ近より一足早く帰郷することに成功した高家は、周りと協調しながらこれ近を差し置いて復帰を果たしていくこととなるのです。道長に取り入って政権を支える一員に。復帰後の高家、高家は罪を許され帰郷したと言ってもこれ近ともども官職はなく無職でした。しかし高家は帰郷から1年半後の998年10月にこれ近に先駆けて名ばかりの官職ではあるものの兵部卿に就任しており、復帰への足がかりを作っています。流罪前の持参議の位階も維持していた高家の地位は3位参議の下、4位参議の上と定められました。これにより太政官には参加できないものの、藤原忠信や金藤といった苦行に列していない参議よりも地位は上ということになっています。この時点でこれ近は位階、官職ともに停止された完全無職状態で、元の小三味に復帰するのはこの3年後貞子が亡くなった後のことで、元大臣で扱いが難しかったこともあり復帰では高家が先を進んでいきます。高家は999年5月に道長邸で行われた作文会には金と忠信といった常連を差し置いて筆頭苦行として参加し、道長も高家に好意的だったのか、高家のことを兵部卿、先の中納言などではなく中納言と日記に記していました。ですが高家の復帰はまだ形ばかりで、これ近ともども厚安親王、よし子内親王と次々と出産を続ける貞子を支える経済力はありませんでした。そのためか中野関白家に厚安親王という最後の希望をもたらした貞子が亡くなった時には二人は貞子の元を訪れず、葬儀の段取りができなかったと源の利方が憤慨する事態となっています。一方道長は唯一の一条天皇の王子厚安親王を自分の手駒にすべく中宮明子の元に引き取り、万が一厚安親王が行為についても自分たちが中野関白家にとって代わられることがないよう手を打ちます。明子による引き取りによって厚安親王擁立で一条天皇と道長の利害が一致した結果、
厚安親王の権威づけのための中野関白家復活が大々的に進められることとなりました。大臣の地位が埋まっているため、これ近が元の小三家の復帰だけにとどまる中、1002年9月には、ついに高家は権の中納言に復帰し、太政官に舞い戻ります。この時、高家はまだ23歳で、まさにこれからという年齢であり、厚安親王擁立で道長取り替えが一致していることもあり、吹っ切れたように道長に接近していきます。日々の儀式などに精力的に参加し、権の中納言として道長を支えるだけでなく、道長の私的な氏遊覧にも従っており、道長からの評価をどんどんと上げていきました。これ近は、太政官復帰はまだながら、官位は1003年になって、流罪前を超える順位に挙げられています。高家も同年に小三味に上っていますが、この昇進は、道長が自分に与えられた賞を譲る形で実現しており、中野関白家復活の方針があったとはいえ、高家の働きに道長が報いたことを表す昇進でした。高家が25歳になった1004年には、いよいよ道長への忠勤度合いは増していき、3月の法会では、藤原道綱や実助、忠信と並んで、書状を出していないのに自ら来てくれた頼もしい存在として、道長に日記に記載されるほどです。1004年頃からは、これ近も道長邸をたびたび訪れるようになり、1005年に至って、準大臣として復帰を果たすなど、道長と中野関白家は友好関係にありましたが、秋子による厚平親王出産でこの関係は崩壊し、高家は身の振り方を考え直すこととなるのです。兄の死で中野関白家のトップになったことで、何かが変わる。これ近死後の高家。1005年の正月には、高家は、かつて調徳の変で自分を陥れた藤原の忠信と、些細なことで衝突しています。ですが、実助が高家をなだめると、高家は素直に聞き入れて、何事もなかったように振る舞うなど、実助とはなおも、尊敬の念の入り混じった友好関係を維持していました。3月には、厚安親王と一条天皇の対面、長子内親王の元服の儀式が行われ、高家は、調徳の変以来初めて、これ近と二人で揃って参拝し、厚安親王の後継を務める道長と共に儀式に臨んでいます。ですが、秋子が解任する可能性が高まった1007年頃からは、道長は厚安親王への態度を変え、中野関白家と道長の蜜月関係も終わりを迎えました。道長が秋子からの王子誕生を願う金府宣詣をした際には、これ近、高家が道長を暗殺しようとしていると噂が立つほどになり、1008年の秋子解任により、道長との関係は完全に決裂します。道長は、もののけとなった貞子が秋子を苦しめているとされていたこともあり、屋敷を訪れたこれ近との面会を拒否するほどでした。一方の高家は、多くの貴族と同様、厚平親王誕生時には道長邸に控え、藤原の道兼の子、兼高と隅でふざけ合っている能天気な様子が、紫式部によって記されています。その後の様々な祝いの儀式にも高家は積極的に参加し、苦行たちの乱痴気騒ぎが紫式部によって描かれる以下の儀の宴では、これ近は参加しなかった一方、高家は女房の袖を引っ張ってちょっかいを出すなど、宴を楽しんでいました。厚安親王の障害となる厚平親王誕生に対し、高家が内心何を思っていたかは定かではありませんが、これ近は、桃花の儀では、厚安親王が第一王子であることを示す和歌の序文を皆の前で書き、敵対姿勢を示しており、兄弟の対応は対照的なものとなりました。その後、これ近は、1009年に再びの呪詛事件で一時失脚し、政治生命が絶たれた一方、この時高家は一切連座せず、むしろ、同年に権の中納言から中納言に昇進するなど、道長との良好な関係を維持し続けています。これ近は、秋子が第二子、厚長親王を出産した1010年に、36歳で亡くなり、高家がまだ若いこれ近の子、道政に代わって、中野関白家を背負って立ち、貞子が残した厚安親王を盛り立てていく立場となりました。ですが、厚安親王を後継者に望む一条天皇は、高家を、これ近に代わって厚安親王の後ろ盾となってくれる存在とはみなしませんでした。一条天皇は、これ近の死の翌年の1011年に重病となり、攘夷を決断しますが、
この時に藤原の雪成の説得もあって、自身の後継者を貞子の子厚安親王ではなく明子の子厚平親王に定めています。一条天皇は雪成にこれ以前1年前のコレチカの死の前後から後継者についてたびたび相談していたと雪成は記しており、これはつまりコレチカの死により初めて一条天皇は後継者は厚安親王で本当にいいのかと迷い始めたことになります。コレチカは周囲と衝突し孤立しながらも厚安親王が第一王子であることを叫び続けており、もし生きていたら、かつて道高死去時に関白を望んだ時のように、あらゆる手段を使って道長に抗い、厚安親王を盛り立てたであろうことは、容易に想像がつきます。一方、復帰以来、道長に迎合し続けてきた高家が、厚安親王を守り続けるかは、一条天皇も確信が持てなかったはずで、だからこそ、厚安親王立体子を迷い、厚平親王を後継者に選んだのだと言えるでしょう。他にも、2009年の2度目のコレチカ呪詛事件において、首謀者とされた高階の高子の妹、三津子の夫である佐伯の金行きの、コレチカの死後70日余り経ってからの出家も、高家への期待のなさを表しています。金行き本人は、事件に連座しなかったものの、妻の関与により未来がなくなっていた身であり、事件直後ではなく、コレチカ死後の出家には、コレチカには厚安親王を擁しての挽回の可能性をわずかに感じながらも、高家には感じられなかった金行きの思いがにじみ出ています。長徳の変以降、道長に取り入り順調に復帰していた高家の世渡り上手な振る舞いは、貴族としては正解でも厚安親王を擁して権力者の座へと舞い戻ることを目指す中野関白家の人間としては不正解だったと言っていいでしょう。高家は結果的にではありますが、自らの振る舞いで厚安親王立体子という中野関白家復活の道を閉ざしてしまうこととなったのです。ですが、これ地下に代わり中野関白家を代表する立場になった高家は、長所である周りとの協調性は維持しながらも、以前とは違い権力者道長には容易になびかなくなります。その一つが、一条天皇死後の四十九日の法要の後に、一条天皇と貞子の長女、長子内親王が一条院から飛び出してきた際に、自邸に受け入れたことです。もともと、高家は、厚安親王、長子内親王を、一条天皇生前から何度も自邸に受け入れていましたが、この時は、道長が厚安親王を一条院から追い出すために、自身の所有する二条邸を厚安親王に献上する事件が起きており、長子内親王の高家邸への移動は、これに反発した行為でした。高家は実助に対し、道長の二条邸献上は謀略のようなものと否定的に語っており、道長の面目を失わせる長子内親王の行為を手助けすることで、直接的ではないにしろ、道長に一泡吹かせることとなりました。その後は普段通り、道長寄りの苦行として中勤に励んでいますが、新たに即位した三条天皇が、道長の娘、清子が中宮になったのに対抗して、長年連れ添い王子も産んでいる助子を皇后に立てて、道長と対立すると、高家は三条天皇側につきます。道長は、助子立候に清子の代理参入をぶつけ、自邸で宴会を開き、苦行を集めることで妨害しましたが、高家は、実助と図って、わずか4人で助子の立候の儀式に参列しました。実助は、筋目を第一とする性格に加え、九条流以前の元々の摂関家である小野宮流の代表としてのプライドがあったことが、道長への反発につながったと見られています。実助を慕う高家も、中野関白家の代表としてのプライドから、道長に追随しない道を選んだと見られ、屋敷が隣同士だった二人は、示し合わせて、助子の立候の儀式へと足を運ぶこととなったのです。さらに、高家は助子の皇后宮大夫に任じられるなど、三条天皇からは、実助と並んで、道長に対抗しうる苦行として頼られました。高家が道長と明確に敵対することはなかったものの、実助が、高家が助子の皇后宮大夫に就任したことにより、道長の機嫌が良くないことを心配するなど、高家は一転して、道長から警戒される存在となりました。もっとも、高家には道長を恐れる様子はなかったようで、これ地下の死、厚安親王の排除を契機に、高家は道長に追随するだけではない、中野関白家を背負う者として一皮向けた姿を見せていくこととなるのです。
最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。